ブラウン大学は、米国ロードアイランド州プロビデンス市に本部を置く、イギリス植民地時代に設立された、私立大学。IB リーグの一校である、研究大学である。ブラウン大学は、7人のノーベル賞受賞者、1人のフィールズ賞受賞者、57人のローズ小学制度獲得者、5人のアメリカ人文化学、勲章受賞者、 8人の1000億円以上の所得保有者、10人のアメリカ国家科学賞受賞者を輩出している。ロードアイランド州の州都、プロビデンス東部の高台に約60ヘクタールのキャンパスを構える。大学周辺は、イーストサイド、カレッジヒルと呼ばれ、高級住宅街とされる。他のアイビーリーグ諸行のキャンパス同様、 自然との融合を重視した設計でメイングリーンと呼ばれる芝生公園を中心にキャンパスがデザインされている。前身のカレッジオブロードアイランドがイギリス植民地時代の1764年に国内11番目の大学として設立された。1804年にニコラス・ブラウンからの寄付金により現在地であるロードアイランド州プロビデンスに移転しブラウン大学と解消した。 校訓は、インデオスプリマス。IB ーリーグ発行の一つである。設立当初は、バプティスト系の教育機関であった。しかし、同様に宗教系大学として設立された、IB ーリーグ他校と違い、ブラウン大学は設立当初からバプティスト以外の宗教の信仰者も、人種や性別に関わらず受け入れることで知られていた。したがって、現在のリベラルな校風には、 歴史的背景がある。現在は、大学としては無宗教でありながら、全宗教を受容するという姿勢をとっており、いくつかの宗教のために礼拝場所を提供しているなど、幅広い宗教を受容している。現在の学長は、全任者ルース・ジェイ・シモンズと、同じく女性である、クリスティーナ・パクソン。寄付金総額は2007年2月現在23億ドル。 2007年1月には医学教育のさらなる充実を支えるため、一括寄付としては、開学以来最高額である1億ドルをウォーレンアルパート基金から授与された。学生数は8020人である。なお、受験者のうち、高校の主席でも5人に4人、自席でも7人に6人、それ以外のトップ10%でも10人に9人は合格できていない。また、トップ大学には、 サットアクトを重視する大学とそうでない大学があるが、ブラウン大学は他の IB リーグ校の一部と比べ、比較的校舎に近いとされる。実際、同大の場合、サットが満点でも5人に4人は合格できず、アクトが満点でも4人に3人は合格できていない。ブラウン大学は純粋な学問と研究の場を提供することを目標としているため、メディカルスクールを除き、 大学創設以来一貫してビジネススクールやロースクールあるいは教員養成大学院などの専門職大学院の設置を避け続けている。この方針はブラウン大学と他の IB リーグ諸校等を明確に識別する対照的な特徴である。そのため戦後の日本において企業や官庁との提携を通じてその名を知られることになったコロンビア大学やハーバード大学と比較すると ブラウン大学の日本での知名度は低い。日本との関係は意外に深く、慶応義塾大学の創設者である福沢諭吉は、ジョン万次郎の勧めで、ブラウン大学で西洋高等教育について学び、1868年、慶応義塾設立に至ったとされている。諭吉に多大な影響を与えた経済学者は、当時の学長フランシス・ウェイランドであり、 福王寺殿には、母親戦争の法制の中でも、英書経済の公釈をしていましたと、死への言及がある。そのため、慶応義塾では、5月15日を、福沢先生、ウェーランド経済書公述記念日としている。1994年には、慶応義塾大学の鳥居康彦塾長が、名誉博士号を授与されている。その他、卒業生のアルバート・アーノルド・ベネットは、 宣教師として、日本に渡り、関東学院大学の前身となる、横浜バプテスト神学校を設立した。また、前述の鳥居康彦をはじめ、何名かの日本人が、同大の名誉学位を得ている。US ニュースワールドレポートによれば、ブラウン大学の学部教育レベルのランキングは2021年版では、全米、1位である。 同市の総合ランキング14位から開示しているが、上述の理由から、企業等からの献金が、他の主要大学に比べて、非常に少なく、IB リーグの中では、経済基盤が最も脆弱であるため、実際の学部教育のランキングが高くても、総合ランキングが伸び悩んでいる。ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル・タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの2021年版、全米大学ランキングでは5位。 educa.incorner.com t o の2021年版全米大学ランキングでは7位である。USA Today の2015年版大学ランキングでは6位になっており、同じく名門であるスタンフォード大学やプリンストン大学等を抑えている。カレッジ・ファクチエルの2016年版ランキングでは7位であり、6位のプリンストン大学と8位の マサチューセッツ工科大学の間に位置している。ホーブスの2019年版大学ランキングでは7位になっており、8位のカリフォルニア工科大学等を抑え、アイビーリーグ校では、ハーバード大学、イエール大学、プリンストン大学に次ぐ4位である。リンクトインのソフトウェアディベロッパー分野のトップ校ランキングによれば、全米3位である。なお、こういったランキングは、 一学年の生徒数は1500人以下であり、しかも、米国は4年生の大学が2000数百校以上ある、ことを考慮すべきである。また、ブラウン大学卒業生が志願した場合、全米ロースクールトップ3に合格できる確率は92%から95%に、およびビジネススクールでは、その合格率が100%近くに達する。メディカルスクールへの合格率は、 全米で5本の指に入る。ジャネット・イエレン2長、テッド・ターナージョン・ロックフェラー2世位王族、政財界から芸能界まで著名人が数多く輩出している。連邦準備制度理事会理事の過半数がブラウン大学出身者だったこともある。2014年には世界銀行総裁と連邦準備制度理事会議長という金融経済最高の 両ポストを卒業生が占めることになった。リベラル系、民主党系の政治家が多いことでも知られているが、IB リーグの中では映画、メディア関係者が非常に多いことで知られている。下記は日本でも比較的知られている一部のみ。卒業、大学年度準学部卒は4年生卒業。文学士は文系、理学士は理数系の4年生卒業。PHB。 修士、博士は大学院卒。現在や過去に教員や職員として在籍した人物のリスト。ありがとうございます。